おお。ごちそうさまです。おお。ちょっと下がら。まだ痛いね。ああ、今来たとこ。お金ちょうだいよ。お金。なんだ。もしもし、桐生だな、錦原。ああ、やっぱりお前からの呼び出しだったんだな、錦。お前今どこにいる？風間組の事務所だ、天下一通りの。風間組？なんでお前そんなとこに？今、柏木さんと会って話してる。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。なんせ柏木さんは、あの風間のおやすさんの片腕だ。なるほどな。それより、お前の方はどうだったんだ？もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。ああ。だが、いろいろあった。いろいろ？そいつは直接会ってから話す。わかった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前、空の一つぼって聞いたことあるか？クゼの兄貴からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは何もかもお見通しらしいな。俺もすぐそっちに向かう。よう、桐生、早かったな。
すいません柏木さん、お手間かけさせるような真似しちまって。あのよく見えますか。はい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。そっから先何があったか大方予想がつく。久瀬のおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。ええ、そうです。どういうことなんです。空の一壺で桐生が死なせたっていう死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。たはそれもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、面倒なことになったな桐生。とにかく久瀬と何があったか全部話せ。なるほど。つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争ってるってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。おやさん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け錦山。それより久瀬の話に出た空の一壺だ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。柏木さんは詳しくご存知なんすか。ああ。まず今カムロ町のある一帯に大規模な再開発計画があってな、堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょう。そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一坪ばかりの更地があるんだよ。それが空の一坪。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな。厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。そんなからくりがあったのか。ところでその一つをまだ誰も手に入れてないんですか。所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。10億、たった一坪の土地が。ああ、空の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。一坪10億だろうが今さら引けやしねえ。久瀬はその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやっさんが握ってると言っていました。風間のおやっさんの持ってる情報って何です。いや、わからねえ。俺も初耳だ。でもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしても久瀬はその情報をおやっさんから探らせるために桐生をはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか。桐生は当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。桐生が仇殺したってことで冒険人の親父もけじめを迫られる。その上久瀬が空の一坪手にして若頭になってみろ、奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す。まさか堂島組の波紋もあり得ると。ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ。あのおやっさんが
破門？破門された極道の末路は言わなくても分かるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。 でもキリュウは実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃ親父さんも破門にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。そうだ。だがクゼが真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。でもこのままじゃ桐生は無所にぶち込まれるんですよ。俺らがクゼに手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になる。だったらどうすりゃいいんですか。俺たちは柏木さん、ん？とりあえず俺の濡れ衣も空の一つぼも後回した。今とにかく俺はおやっさんを守るために動きます。何かいい手があるのか。ええ、俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやっさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってねえ。一人でけじめつけるって何する気だ、キリュウ。俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。キリュウ、お前。今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ、杯もらって3年そこらのヤクザが5体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦、これから組の事務所に行く。ふざけんなって、お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生、錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ？俺の言うことが聞けねえのか。ああ、キリュウ。ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。こんなバカ野郎。許してください柏木さん。錦、車頼む。長い間お世話になりました。